え、なにこれ？雨上がってんけど。雨上がったけど。上がる？雨上がる？なに これ？あなたの名前を教えてください。え、ってなるとさ、私普通になんかふざけたくないんだけど、普通に味村で行きたいんだけども。ちむちょめ県、あざかわ村では毎年、村のとある昔話から始まった村祭りが行われているという。あなたは今、その祭りを調べるために、電車に揺られ、あざかわ村に向かっています。え、主人公、あじむらなってんねんけど。え、あじむらなんだけど。お前、あじむら。お前、セーブいとき、あじむらセーブはしとけ。あじむら何持ってんの、今。あじむら何も持ってないわ。あじむらジュース買ってみる？やば。そっか、霧雨が来る森の舞台っていうのが結構昔だったから、なんて言うんだろう、こう、遠くまで何もない道が続いて歩いて向かうのは大変そう。改めて、こう、年が経って、今現代のあざかわ村ってこと？バスどう？動いてそう？バスを待つ。え、主人公、あじむらなんだけど。逮捕？逮捕で。あ、望月巡査。そこの君。もしかしてバスを待っているのか？はい、そうです。実はバスはもう廃止されているんだ。役所も撤去とすると言っていたんだが。もしかしてあざかわ村に行くのか？あ、はい、そうです。あじむらに見覚えないですか？そうか。祭りのこと調べに来たのか。よし、俺もちょうどあざかわ村に向かうんだ。乗っていきなさい。と、その前に、念のため名前を聞いておいていいかな？メランコリー、足村さん やめてください。メランコリーは雰囲気でごまかしてください。味村です。では行こうか。いいんだ。最近はこういうこと多くてな。でも、村が賑やかになるのは悪いことじゃないからな。望月巡査も変わってなさそうでいいですね。なんかもうバスの役割果たしてるもんな、ここまで来ると。着いたぞ。ここがあざかわ村だ。ところで、祭りの本番は夜だが、君はそれまでどうするんだ？パトカーはないんですけど、どうやって来たんだろう。チャリでチリンチリンって一緒に来たのかな。なんだ、祭りは夜ということも知らなかったのか。すいません。じゃあ、泊まるあては。ああ、そっか。この村は本当に田舎でな、宿はないんだ。ですよね。知ってます。存じ上げております。もしどうにも当てがないようなら、あざかわ村資料館に話しに行きなさい。あそこはこの村の非常時用の宿泊施設を兼ねている。そこの管理人は少し不愛想だが、今一人宿泊者がいるから大丈夫だろう。一応、俺からも連絡を入れておくから、君は村を散策したらどうだ？ってことは、本当にあんまり日にち経ってないんだ。シンプルに、メランコリアジ村が旅行に来たんだ。あ、でも夕方までには資料館に行った方がいいぞ。今日は祭りだから、あの子たちも資料館を早めに閉めるだろうからな。一緒に行くのかな？一緒に行くんかな、あの二人。あ、この土地契約を終える前に買い手の人が調査かけちゃってさ。ああ、シロアリ？何にもない場所だってバレちゃって。契約できなかったよ。いや、あんなに頑張ったのに。でも、このアピールポイントをずっと調べてたせいかな。簡単に自分が気に入っちゃってさ。無理してサラリーマン続けるのも、なんか疲れちゃったんだよな。だから俺仕事辞めて、第二の人生をここで始めようって思ってるよ。あ、いいんじゃない？いいところですよ。隣にはね、この頼もしい望月巡査もいるしね。本当は祭りは先週だったんだが、災害やいろいろあってな、今日になったんだ。あ、じゃあ本当に、あれから一週間後って感じなんだ。でもそのせいか、村の人たちはみんなやる気が出て、いい雰囲気だよ。君ものびのびと好きに楽しんでいってくれ。はーい。あれ、仲良くなってる。先日の長い雨の日からずっと陽気が続いててさ、村の人たちはなんかみんなやる気に満ち溢れてるんだよな。僕なんか落ち着かないよ。でもそのおかげで村人が一致団結して山の開拓の話を止めたらしいよ。止めたんだ。ま、
この村の売りはどう考えても自然なんだしさ。この村の自然を壊して開拓するのは絶対に失敗したからよかったよね。確かにね、村のいいとこはなくなっちゃうもんな。人クソしかいないもんな。村の祭り見に来たの。案外そんな人もいるんだな。やっぱり田舎田舎ってくすぶってないで、むしろアピールすべきだよね。俺都会に憧れてばっかだったけど、いっそ村おこし活動でもしてみようかな。なんだかんだ田舎の方が性に合ってるんだよね。合ってると思うわ。私も田舎の方が合ってると思うもん。なあ君さ、いっつも暇なんだろ。一緒にあざま村観光協会でも立ち上げない？多いんじゃない？こいつ使えますよ。どうすんの？立ち上げな。お前、どうすんの？立ち上げなよ。でもなんか村の様子も変わってるね。明るくなったね。あ、犬いる。君たちは？今年の祭りはなんだか例年とは違って忙しいわね。うちの旦那も入院してみんなに迷惑かけちゃったけど、ここだけの話ね、毎年の調理担当がなくなるかもしれなくて、ホッとしてるみたい。最近悪いことが続いたような気がしたけど、むしろ転換期だったのかもね。うん、村が変わるきっかけになってくれたら嬉しいけどな。そういえばあの女の子、何もなかったみたいよ。後で謝れよ、本当に全員で。こんな感じのいい若い子が、そんな悪さするわけないわよね。噂じゃ、亡くなったご両親のことで村に来たそうじゃない？けなげな子よね。謝っときよ、けなごの子ってごまかさないで。親祭りの日はやっぱり見かけない顔が多いね。夜に神社でお店出すから、よかったら覗いていってよ。まあ、うちの店のものなんか、どんどん骨董品みたいなものだけどね。でもここで時計買ったんよな。でも今年は久しぶりに新しいものを出すんだ。犬？ワン。この人は蛇の間がつく川がある地域は水害が危険なんだよ。だから今回の雨はダメかと思ったけど、でも人間の力でどうにかなったんだよな。もう神様に怯えるしかなかった時代とは違うのかな。そうだね、村の人だって協力し合えば打ち勝てるってことだからね。鶏元気そう。鶏んとこ行けないって。アジ村はそんな権限ございません。だって、お、でもこの人村の人以外喋ってくれないんだよね。そうだよね。湖は釣りできたりしないの？僕、あ、いるいる。今日も元気に泣いてるのね。そうなの、日増しに声が大きくなってるのよね。いいことじゃないですか。おかげでここ最近ちょっと寝不足だわ。でもそれだけ成長してるってことよ。このまま成長してお母さんを寝させてちょうだいね。いい会話。いや、それこそさっきね、小鳥お化けと子供の話があったから見方がね変わってしまうね。ルフィみたいなのがいる。あの女の子はお前の釣りの師匠の娘なのか。そうなんだ、俺すごく興奮してるんだ。確かにあの子はお前よりも釣りが上手だったしな。それ言われると辛いけど、でもあれちょっと嬉しいんだよ。釣り聞きの才能はちゃんと受け継がれてるんだなって思ってさ。じゃあ俺たちも負けないように釣りを極めるしかねえな。ま、お前よりは俺の方がまだでかい魚釣れてるけどな。だとは？喧嘩すんなよ。こうなったらあの女の子に弟子入りするしか。まあ、人の親子勝手に自分の仕事するのやめろよ。迷惑野郎ですね。でも味村が主釣っちゃうぞ。この人は釣りとかできたりします？今日は祭りだから釣り体験お休みなの。あと釣りをするには釣りチケットが必要なんだけど、いつもチケットをどこからともなくかき集めてくる女の子がいるのよね。しおりちゃんですか。あの子いっそうちで釣り竿を買って自由に釣りをすればいいのに。確かにそこまでするとね、お父さんの釣り竿を直したらいいのにね。じゃん、あ、一緒に登ってみてんじゃん。今日はようやく天気の良い日に二人で遡れたわね。今日はきっといい祭り日和になるでしょうね。いいな。二人で見る晴れた浅川村の田んぼは一味も二味も違うんだな。いいですね。いや、こういう夫婦っていいよな。お、おい、メランコリ、私の師匠メランコリ。あ、最近の若いもんはどうも浮かれてなくてつまらん。じゃあまた証拠りもなくまた仲ほど従ってる。あ、仲ほどじじいだ。お、そうだ、あの二人どうなんだ。ほら、あの資料館の管理人さんとそこに泊まってる娘さんだよ。明かしてください。
メランコリー味村がくっつけさせます。エロい雰囲気にさせてやります。確か年も同じなんだ。あの二人がどうなるか知らんが、まあ、まずは幼馴染に戻ることから始まるじゃろうな。だから他人のいい年をしたジジイが女子中学生みたいに浮かれなさんだ。おいメランコリーしてんじゃねえ、浮かれんなよ。あの二人にもいい迷惑じゃ。どうなるメランコリーになってんじゃねえよ。お医者さんもノリが悪いの。なんだったら先にお医者さんの嫁さん見つけるのはどうだ。わしにはもうすでにサユリがいるから結構じゃ。それにこのメランコリーアジムラがおるから結構じゃ。お医者さんサユリってどっちのこと言ってるんだ。まさか牛の方。え、何浮気？どっちでもええじゃろ。元気なら畑仕事に戻らんか。他のサユリがいいの？え、聞いてないんだけど。一緒にここでタバコ吸おうって約束したよね。なんで他の女作ってんの？神社入れないんだ。うわ、あ、そっか。壊れてたからか。ボロボロになってんね。この先は、あ、行けるようになってるじゃん。あ、あーちゃん。あーちゃん、メランコリー味村だよ。あのね、ここの村の人はね、みんなあーちゃんとね、遊んでくれるようになったの。あ、そうなんだ。前はね、寂しかったけど、今はもう寂しくないよ。不思議だね。そうだ、一緒に遊ぶ？遊ぶ、遊ぶ、何でもするぜ。あ、おばあちゃん。おや、こんなところに村の外からお客さんが来るなんて。まあ、立ち入り禁止のロープもこないだの話で切れちゃったからね。あ、切れたんだ。あ、気にしなくていいんだよ。勝手に入ったところでもう何も起きないさ。僕はただの廃校跡だよ。とはいえ子供をここで遊ばせてもいいもんかね。お守りをして気づいたら連れてこられちゃったらさ。いいんじゃない。おばあちゃんも誰かと喋りたいだろうし、あーちゃんも誰かと遊びたいんだもんね。あれ、まあ、あんたどこの子だ。あ、香川県出身味村です。あ、メランコリー味村です。子供が二人になっちまったよ。どうしようかね。クソガキではございません。いい大人です。この先は行けたり、あ、しないんだ。で、先進んでみるか。お、資料館ですね。え、でも資料館最後にしたいから先こっち行きたい。これ調べれたりしないんだ。森は入れたりもしないね。うん、でももう鳥お化けはいないもんね。じゃ資料館行ってみよっか。いるかな、しおりちゃんと。待って、一応セーブしとけ。自分がプレイヤーの味村になっても一応セーブはしとこうな。入ろう。いいのかな、こんな素敵な浴衣貸してもらって。浴衣着てんの見たい。いいよ、その柄お姉さんに似合うと思うし。また今度佐久間ちゃんのご両親にお礼言わないとね。そんなことしなくていいよ、持っていけって言われただけだもん。私の親あの日からなんだかやたらに構ってくるんだよね。いや、心配だったんじゃない、佐久間ちゃんがいなくなったっていうことで。そうなんだ。でもすごいね佐久間ちゃん、浴衣の着付けを教えてくれるなんて。すごくない、そんなに難しくないし。お嬢様だもんね、あの子。いいとこの子だもんね。あ、味村です。え、誰？メランコリー味村です。あ、もしかしてお客さんですか？誰だろう、村人じゃなさそうだけど。ゲーム実況者です。へえ、メランコリー味村さんは味村って呼んで、お祭りを調べに来たんですか？でも村に宿がないのを知らなかったんですね。私と仲間だ。優しい。好きになっちゃいそう。ドキドキしちゃう。お姉さん、メランコリー味村さん管理人呼んできたよ。メランコリーやめて。メランコリーはジジイと一緒の時だけでいいし。望月巡査から話は聞いています。喋ってね。泊まるのなら、しようかの決まりは守ってください。お任しとけ。ちょっと管理に、いい加減にメモやめなさいよ。いける？あとはご自由に。人見知り？結局メモだったね。でも泊まる許可は出たんでしょ？それにしても今年は変なの。ん？お姉さん以外にもこの資料館に泊まる人が現れるなんてさ。確かに
なんだか親近感湧いちゃうな。ずっと一緒にいたんだよって言ったら気持ち悪いかな。やめとこ。実は私、田中村のお祭りは子供の頃以来で、おぼろげにしか覚えていなくて、だからお祭り、私も楽しみなんです。お姉さんもメランコリー、味村さんもあんまり期待しないでよ。思ってるより地味なお祭りなんだからね。なんでハブったの？一緒に喋ろうよ。お祭りって何時に行けばいいんだっけ？一緒に行こうよ。夕方になったら何時でもいいよ。一緒に行きたい。味村も。実は私今まで村の祭りのことをあんまり好きじゃなかったんだ。橋村キモいな、あそこでずっと聞いてんの。祭りの由来も暗いし、なんか変だなって思ってた。でも今回のことで謎が解けたよ。怨霊になった魂は恨み、つらみ、苦しみを何度も繰り返していたんだね。小鳥お化けもきっとそうだったんだ。話題に入っていきなり味村。だから正直、あれだけのお化けが消えた時はびっくりしたけど、でもそれはお姉さんと管理人が。本来小鳥お化けが行くべき場所に返してあげたからだった。そう思うとさ、やっとこの祭りの鎮魂の意味も出てくるんじゃない。だから私も去年より祭りが楽しみになったよ。あ、よかったね。楽しそう、本当に。佐久間ちゃんが今年はお姉さんもいるしね。味村もいるよ。後ろにずっといるよ。佐久間ちゃん、そうだね、一緒の祭りを回ろうね。とんでもない疎外感を味わってしまった。味村も一緒に行きたいなーなんて。そうだ、お祭りだ。別に用意スタートでお祭りが始まるわけじゃないよ。でもお姉さん、なんか今日はそわそわして。デートちゃん、お祭りそんなに気になるの？ほら、だってデートちゃん、荒川村のお祭りって子供の頃以来だからぼんやりとしか覚えてなくて、それにまた行けるのが嬉しいの。あ、そっか、お姉さんって荒川村の人だったんだもんね。そう考えるとなんか意外だな。え、そうかな。だってこの村にお姉さんみたいな都会っぽい人なんていないもん。染まったんだよ、都会に。私も村の人もそんなに違わないと思うけど。全然違うよ。もしかして都会に出ると雰囲気変わるのかな。変わるぜ、全てが変わるぜ。だったら私にも都会人になれるチャンスはあるよね。チャンス？いや、佐久間ちゃんは中村でいた方がいいと思うけどな。菅君、お祭り行かへんの？メランコリー味村さんの泊まる部屋は3階に用意した。嫌でしょ、そのメランコリー書いてる時間。僕何書いてるんだろうと思わない？帰りはあまり遅くならないよ。一緒にお祭り行こう。お願いします。喋ってくれてるやん。すいません、話すのに慣れていなくて。全然いいぜ、ゆっくりでいいぜ。何回も同じメモを見せてくる。いや、嬉しい。なんか菅君が喋ってくれてるのが本当に嬉しいんだけど。いや、でもよかったね、本当喋れるようになって。鍵かけられてる。え、じゃあ私の部屋行こう。3階に用意してくれてんやって、味村の部屋。うん、荷物置きに部屋に行くと次に村に出るの祭りが始まる。まだおかない。いろんな話聞けるんちゃうかと思うから、まだおかない。お祭り調べたい人なんていろんな人がいるんだね。あ、もしかしてホラー期待しに来たの？いいえ。だとしたら本当に期待しない方がいいよ。もうここには何もないから。ここにはもう小鳥お化けはいないけど、しおりちゃんと菅君の何か発展があるかもしれないでしょ。でも楽しむ分にはいいんじゃない。今年のお祭り賑やかだと思うよ。しおりちゃん、そこんとこどうなん？メランコリー味村さん、お祭りは一人で行くんですか？いいえ、あなたたちと一緒に行こうと思っています。一緒に行こうよ。そっか、村や祭りを調べて回るつもりなんですね。いいえ、よければ一緒にと思ったんですけど。忙しいんですよね？いいえ、忙しくございません。よければ一緒にどうですか？でも見かけたらいつでも声をかけてください。
やんわり断られた、忙しいですよねって言われたゲーム実況者からそこまで忙しくもなんともないのに、荷物置きに行こう。さあ、夕方になったね。菅くん、浴衣。鍵かかってる。しおりちゃん一緒に行かへん、祭り。なんで置いてくん？置いてかれたんだけど。あ、浴衣着てる！かわいい！何やってるんだろう。佐久間ちゃんかわいい。あの二人森の方に行ったんだけど、ちょっと遅い。邪魔すんな。邪魔すんなって絶対。しおりくんはもうすぐ帰るし、何か大事な話があるんじゃないか。お、察してる。望月巡査が察してる。それにも、森はもう心配ないんだろ。そうだけどさ、佐久間ちゃん今ではダメ。それに先に行っててくれって言ってたんだろ。一人ならともかくなんで望月巡査と行かないといけないのよ。じゃあ味村も一緒に行こう。せっかくの祭りなのに脅された気分になるじゃん。そんな気分になるなら日頃の行いをどうにかしなさい。土星論。さあ気を取り直していくぞ佐久間。行ってこい。あ、そうだ、メランコリー味村さん、よかったら様子見に行ってよ。いいんですか？こら、突然人にそんなこと頼むんじゃない。今いい雰囲気なんだ、あの二人邪魔をするんじゃない。だって私が言ったら野暮じゃん。え、メランコリー味村のが野暮じゃない？メランコリー味村さんなら、そちらの顔して見に行けるかなって。メランコリー味村さん、佐久間の言ったことは気にしないように。ほら、行くぞ、佐久間。はーい。エロいことして。どうしたの、スバくん。これ見てる、味村、キモ。森に呼ぶからびっくりしちゃった。でもなんだか森も空気が良くなった気がするね。何か話があるんだよね。え、何ドキドキすんねんけど。頑張れ、スバくん。スバくん、メモだと私見えない。あ、またメモ。読んで。しおりちゃん読んで、声に出して読んで。この先、村には来ないで。え？もう会わない方がいい。なんで？スガ君、これってどういうこと？やっぱり私が、須賀くんに迷惑をかけたから。なあ、どうして？僕はきっとあの男の血筋だから。これ以上誰かを不幸にしたくない。そんなことないよ、須賀くん。須賀くん、こっち向いて。ねえ、あの子の言ってたこと覚えてる？須賀くんが作った石のこと、優しい石だって言ってた。それって須賀くんが優しいからなんだよ。須賀くんは須賀くんだから。それに須賀くんがそんなこと言っても、私も、もう約束はしないから。約束しなくてもさ、来年も再来年もまた来るから。でももし須賀くんが本当に私を嫌いになったら、ちゃんと顔を見て須賀くんの言葉で私に伝えてね。それまでは私勝手に来ちゃうからね。うん、しーちゃん、よかった。嫌いになるわけないのにね。こんな恥ずかしいことを言ってダメだったらどうしようかと思った。ねえ、須賀くん、
お祭り一緒に行こう。八村、お前そんなとこで何してんねん。帰るぞ。もうお前は一人で祭りを楽しめ。何してんねやろ。二度と行かれへん。くそ、本当に聞きに行っただけだったこいつ。ワル村長だ。おい、タヌキジジ。まったく、なんで村の連中はわしの開発計画に反対するの。村長にまでたしなめられて恥をかいたぞ。あんた強引すぎたんだよ。でもわしはわしで村のことを考えてたな。あ、理想と開発の正解かはわからんが、村から働き盛りの若者が減ってくるのは事実だからな。まあ若い世代を残したいってことよね、村長さんからするとね。の復興はこんなに遅いんじゃないか。リゾート開発は無理だとしても違う方法を考えないとだな。そうだね、若い子を呼べるっていうことを他に考えた方がいいかもね。山は取り壊すなよ。祭りのせいこの先は人気がない。でも多分みんなも、あ、佐久間ちゃんはなんかめっちゃいい雰囲気やったん。お姉さんたちは遅いったらないよ。どう、小さな村の静かな祭りでしょ。ばっかりしないでね。いや、すごくいいんだけど、たませんあるな、こういうやつ。ください。もっさりして雑な味だけど、これがいいね、わかる。雑な方がもいいんだよ。祭りの屋台って、こういうものよね。そうそう、雰囲気を美味しくさせるんだから。それって褒められてるのかどうなのかわからないな。こうなったら来年はもっと上手になるぞ。来年も来よう、味村も。浮かれてんやん。浮かれてんやん、クソじじ。こっちも人気がない。ってことは湖の方も。お、湖行けるんだ。あ、こっちも祭りの雰囲気になってるね。綺麗じゃん。え、猫？湖の奥の方で村の若い男たちがなんだか楽しそうに騒いでるけど、みんな独身なのよね。おじいちゃんは結婚、うるさいけどさ。あ、言ってたね。お見合いで探してた子か。別に人生の幸せってたくさんあると思わない？私はキャワイイ猫と暮らすのが何よりも幸せを感じるのよね。大事。みんなが同じ幸せを持ってるわけじゃないからね。価値観というかね。結婚が一番の幸せっていう人もいれば、猫と暮らすことが幸せっていう人だっている。いいよ、それで。最高に猫を幸せにしてやれ。キャワイイ！あ、もしかしてなんか、独身男性が騒いでるってあいつらのことですか？あ、田町の横空いてんやん。あじむら座るで。座らせな。ちょ、座らせなよ。おい、ここもう、めっちゃ座らせなよ。田町、おい。おい、もういいだろ。俺は学生が祭りで羽目を外さないと見に来てただけなんだ。んだよ、いいじゃん。これもうすぐ都会帰るんだろ。そうだ、そうだ、帰ってきたくせに無視してさ。まあ、娘の世話いいのか、また迷子になるぞ。ばあちゃん、おばあちゃんといるんじゃない？それは聞いてくれよ。あの日からあゆこ、急に迷子にならなくなったんだ。まあ、森に呼ばれてないからだもんね。おかげで夜勤の後に、ちゃんと寝られるようになったんだよ。それで今日は俺のばあちゃんが、あゆこの面倒を見てるよ。大丈夫なのか、それ。二人とも迷子になるぞ。まあ、迷子代表選手権第2位だからね、あの辺りね。トップ2だから。そしたらまた神崎に頭下げるしかねえな。てか驚いて、あの女が神崎しおりだって。全然わかんなかったよ、俺。だって大人になってんだもん。え、誰かしおりじゃなくて好きやったんじゃん。その話しないの。てかさ、神崎って俺に気がある気がしない。ねえよ。ねえよ。え、もしかしてタマチも持ってんじゃん。え、俺じゃねって思ってんじゃねえ、タマチ。え、俺じゃねって思ってんじゃねえ、お前ら。お前、酒飲みすぎて頭おかしくなったのか。いや、どう考えても菅君だよね。メロよ、お前。あゆ子はそういう目で見るなよ。んだよ、ちょっと調子乗っただけだろ。タマチ、お前全然飲んでねえじゃん、飲めよ。メロって、これだから田舎嫌なの。都会のが飲まされるだろ。じゃ、なんでお前、教育実習先に、あざかわ村選んだんだよ。あ、そうだよね。それは、それに結局、あゆ子の時も、この前の日も助けに来たじゃん。そうそう、俺のことに無関心ってわけでないよな。あれだ、可愛さ余って憎さ100倍ってやつ。およこはとお前バカのくせによく知ってんじゃん、バカのくせに。なんでそれ。まあまあいいか、飲めて、飲め飲め。
そうそう、今日祭りなんだしさ。おい、たまちそこ開けな、味村そこで飲むから。酒飲みながらパン食ってんの、お前ら。いいけど。それが楽しいなら私は何も言わないけどさ。メランコリー。あ、いたいた。メランコリーの横は味村だけのもの。まあ、何じゃ、お前さんもいっぱい飲むか。飲む。ここで飲む。そしてタバコを吸う。それだけか、酔っ払い。お、にぎや、あーちゃんいいんじゃん。夜なのに明るい。楽しいね。ほらほら、うろちょろすると転んでしまうよ。前もトップ2がいますね。無事に祭りができてよかったね。この村の唯一の伝統ある華やかな日だからね。いいですね。ようようさせてくれ。この屋台で儲けた資金で浅川村観光協会を立ち上げると、お、そしたら都会の女の子が興味を持つ観光 PR をするんだ。お、いいじゃん。村長にその話したらいいの。あら、この屋台の商品欲しいの。やってあげようか、ヨーヨー。屋台の価格ってちょっと高いのよね。もういいわ。私とあなたの思い出だもな。いいなぁ、お母さんだなぁ、すごく。働けよ。どうやったらお金が儲かるか考えるのって思ったより楽しいね。なんだか僕って結構詳細あるのかも。そうだね。もう無職は通用して社長にでもなろっかな。いや、こいつこうやって簡単に言ってると、これ多分できそうなんだよな。賢いからな。あの写真館のおじさんは毎年夏祭りの新しい商売を考え始めるのよね。でも今年の屋台はいい感じだし、今回のアイデアは悪くないかもね。よろずや。これ何？夜光石？いらっしゃい。ここにあるアクセサリーはね、この村の特産品の石を使ってるんだ。貴重で珍しい石なんだ。ここでしか買えないんだよ。え、光るのかって。いや、まあ、光る石はもうほとんどないから。あ、でもね、効力は抜群。なんと幸福をどさどさ呼び込むんだ。マジかよ。風呂いっぱいに満札浮かべれますか。さあさあ、自分へのご褒美だと思って一度手にしてみてよ。欲しいなぁ、夜光石、お守り、リンゴ飴くれ。こんな田舎の屋台にはクレープやチョコバナナみたいなものはないよ。いいよ、全然。ちょ、なんならリンゴ飴欲しいし。あるのはリンゴ飴さ。いいよ。こいつは祭りの日って解放された気分にならない？こうさ、女の子を口説きたい気持ちになれるっていうか、お、口説くか、味村のこと。いいぞ、メランコリーのおっさんが黙ってねえぞ。でもこの村は若い女の子ほとんどいないからな。若い扱いされなかったんだけど、人生なんと所詮は運で決まる。さあさあ、運試しにくじ引きしていかんか。刺してくれ。刺してくれね。望月純さん。うん、トラブルもなく祭りは盛り上がってるようだな。いいですね、パトロールしてんやね。鍵か、そらそうだ。お前何開けようとしてくれてんねん。お、女の子たちが溜まってますね。あ、こいつらあれじゃね、あれじゃね、ブスって言われて傷ついてた3人組パフュームちゃん。大丈夫だって、浴衣かわいいよ、似合ってるって。ねえ、まだ美和子に言われたこと気にしてんの？まつげ短いって言われたことだ。あ、来たよ。あ、何よ、あんたまたなんか言うつもり？佐久間ちゃん、ブスはみんな傷つくからね、言っちゃダメだよ。あの日ブスって言われて、ヨッチンすごくすごい気にしてんだから。ブスって言われたこと、ヨッチンブスって言われたもんね。もうヨッチンブスって言われたもんね。言っとくけど、あんたたちのが先に無神経なこと言ってきたんだからね。何あんた、ほんと生意気。謝りなさい、ブスなヨッチに謝りなさいよ。二人ともやめてよ、どうせ私ブスだし。ブスは傷つくよ。悪魔ちゃんごめんなさいしよう。ごめんね、ブスって言って、偉い。ちゃんと謝れる悪魔ちゃんは偉い。あのさ、性格は別問題だけど、別に顔はそこまでブスじゃないよ。はい。これでいいでしょ。他のことは謝んないからね。お、あ、しおりちゃん浴衣着てる。かわいい。さくまちゃんごめん。また出たね。あ、お姉さん遅いよ。あ、この前の。大丈夫？ブスって言われたけど。大丈夫だよ。今仲直りしたとこだから。それより行こう、お姉さん。え、うん。いいな、みんな浴衣着てる。それを神社の端っこから見守る味村キモ。
あの佐久間宮子が謝った。なんか変な感じ。よっちん大丈夫？ブスって言われたこと傷ついてる？やっぱり私そんなにブスじゃなかったんだね。そうだよよっちん、よっちんは全然可愛いよ。だよねだよね、宮子もそういうならそうだよね。女の子はね、女の子がブスの一言で傷ついちゃうから、ブスはみんな傷つくんだよ。いる、ひよりちゃんしれっと立ってるけど、多分めっちゃ身に澄ましてんねやろな、味村。たくまちゃん、あの子たちにこの前のこと謝ったんだね。しょうがなく謝っただけ、傷ついてたみたいだし。そっか。あのさ、お姉さんにもごめんね。え？私お姉さんにひどいことたくさん言ったし、管理人の片棒担いで資料館に閉じ込めちゃったし。いいよいいよ、そんなこともう気にしないで。気にするよ、私あと1年半くらいで中学校卒業するんだもん。お、高校生じゃん。佐久間ちゃんどういうこと？あのさお姉さん、私が高校生になる頃にはまだ都会の大学にいるよね。うん、そうだけど、私1年半後にはこの村を出てそっちに行こうかなって。え、だから待っててよ。え、どうして浅川村が嫌になっちゃったの？うん、うん、違う。お姉さんと一緒にクレープとか食べたいから。なんて可愛いんだこいつ。そっか、楽しみにしてるね。あ、そういえば管理人どこ行ったの？どこ行ったの？あの子、さっき望月純さんに何か話しに行ったんだけど、恋愛相談しに行ったんちゃうん？まあ、管理人もともと祭りに来るようなタイプじゃないしね。え、どこ行ったあいつ。ほんとだ、望月純さんもいなくなってる。話してる、耳澄ましちゃおう、しれっと耳澄ましちゃおう。いや、今のところ祭りは何事もなく進んでるな。ここしばらくいろいろあったからなんだかほっとしてるよ。一時はどうなることかと思っていたが、しおりくんのことも資料館のことも落ち着いてよかったよ。佐久間の父親がきちんと議会で説明してくれたそうだ。資料館の話か。あの事件の後、佐久間が泣きながら必死で親に相談してな。佐久間の父親がきちんと調査をかけて、あの役人の主張がおかしいとなったらしい。さすがにこんな村のリゾート開発で公益性を主張するのは無理があるからな。本当に君たちが頑張った結果だと思うよ。しおりくんの出頭の話の時はさすがに俺は自分が少し情けなかったな。何も悪くないんだけどね、望月巡査も。いや、本当にそう思ったんだ。なんなら佐久間の方が頑張ってたよ。うん、特にしおりくんはいろいろあって大変だったろうな。でもそのおかげであの日村の人たちが動いてくれたんだ。横畑さんがフォーアムでつむるれになりながら、作家がシャッターを何度も叩いて懇願して、楠本さんが青年団へ一斉に声をかけてくれたらしい。やってくれたよな、あいつらも。浅川村青年団は今回の働きで役所が表彰することになったらしいぞ。お大活躍じゃん。それにあそこに来てくれた村人はみんなしおりくんに感謝していたんだと。そうなんやな、あそこで声をかけていた人たちって本当にしおりちゃんが今まで手伝ってきて助けてあげた人たちばっかりなんだよね。だから知ってたよね、多分疑ってなかったよね。こんな短い時間で彼女すごいな。だから佐久間村ついてるんだろうな。うん、宇賀くんは知ってるよね。昔からしおりちゃん優しいもんね。しーちゃんは昔からすごいです。よし、そろそろ君も彼女たちと一緒に回りなさい。あ、そういえば
医者のおじいさんが君としおりくんを呼んでいたぞ。え、メランコリーが。あ、メランコリー何呼んでくれてん、邪魔すんね、メランコリーを。酔っ払いメランコリー何してん。おい、メランコリーじじいを、あ、タバコを吸うな、二人の前で。おい、なんじゃ、お前たちいつも揃ってくるの。どうだ、飲んでるか。やめなさい、変な絡み方をするのは。あの、何かお話があると聞いたんですけど。あ、そうじゃよ。お前さんが潮から2階から飛び降りたと聞いてんの。今になって体に来とらんか気になってしもうてな。平気です。私は健康です。あ、でも菅君転んで血入れてました。そうか、しかしお前さんは父親と同じように無茶をするんじゃな。すまんかったな。いろいろ話してやれんで。お前さんは何も知らん方がええと思ったんじゃ。そこの管理人と同じようにな。お医者さんも心配してくださってたんですね。優しいよね、メランコリー知事。じゃあこれからわしの知っとることならな、答えてやるぞ。例えばお前の父親と母親がデートでこの峠に来て恥ずかしいあだ名で呼び合っていたこととかな、けんけんどうみみ言うて。すがくん、この話聞かなくていいからね。で、お前さんはそんな両親の弔いできたんか、けんけんどうみみの弔いできたんか。はい、たくさん迷って悲しいと思ったこともありましたけど、両親の気持ちや自分の気持ちにちゃんと向き合えた気がしています。お前さんの若さでそう言えるなら上出来じゃろ。すら、お前さんな、もう喋れるようになったんじゃろ。なら少しくらいわしにも口をきかんか、喋ってほしいんや、メランコリー。可愛いとはあんね。今まで見てくれてありがとうございます。すがくん、すがくん、なんでお前さんの声そんな感じだったんか。子供の頃の声しか記憶なかったが、すっかり大人の男の声になっとったんじゃな。声変わりしてましたね。声も戻ったことで生活もしやすくなるじゃろう。これから少しくらい自分のやりたいことをすればいい。今後お前さんのやりたいことはなんかないんか。何したいんだ。すごく何したいんだ。スガ君、私も気になるな。スガ君のやりたいことか。なんじゃ、またメモなんて出しよって。資料を一冊作りたいと思っています。資料。スガ君、それって、そっか、お前さんたちは分かり合ってるようだが、一体何の資料じゃ。じじいにも分かるように喋れ。小鳥お化けについてのちゃんとした歴史資料だよね。あ、そっか、間違って伝わってるところはたくさんあるもんな。お前さんたちが森で何を見知ったのかは知らんが、自分が必要だと思うことをするのは悪いことではないじゃろうよ。さ、せっかくの祭りなんじゃ、お前さんたちはゆっくりのんびり今この時間を楽しんだらええ。 お前変なクソ絡みすんなよ。お前なんじゃ、お前らもいっぱい飲むか。好きだわ、メランコ。あ、いいやん、ここの二人も喋ってんの。なんだ、佐久間、しおり君たちと回らなくていいのか。もう少ししたらまた合流するわよ。でもちょっとくらい二人にしてあげようかなと思ってさ。ああ、そっか、あの二人幼馴染だったか。なんだか自然としっくりくるな。そう、私はちょっと不思議な感じ。だってあの暗い管理人がお姉さんと仲が良かったなんてさ。でも二人とも優しいところは似ているだろう。そうだよね、優しい二人が幼馴染、自然が豊かな村で再び出会う。なんかドラマとか恋愛書、なんか恋愛漫画か読んだのかな。
っていうか、いい青春じゃないか。青春で、青春ですね。まあ、なんか今のおっさんくさい。佐久間お前ら、憧れてるんだろう。おじさんになればなるほど、青春には憧れてしまうんだぞ。あ、夜光石見てる。耳を澄ませてみよう。まさか君が神崎家のお嬢さんだなんて感動だよ。君の生まれた時の記念時計は私が注文を受けたんだよ。母の手紙で読みました。まさか写真館のおじさんが作ってくれてたなんて思わなかったです。あれはいい時計だろ。君の両親がオーダーメイドしたんだよ。今はもう売り子に夜光石売れた。あんな時計なんて作れないだろうな。おじさんは今日何の屋台出してるんですか？じっくり見ていくといいよ。今年はね、祭りの手伝いをする予定がなくなったからね。せっかくだし店の中で眠っていた品を出してるんだ。わあ、綺麗なアクセサリー。菅君って昔からこういうの好きだったよね。そっか、アクセサリー好きだもんね。作るの好きだもん。おお、資料館の管理人さん、こういうもの好きとは意外なの。そんな素振り一度も見せたことなかったじゃないか。あ、これ夜光石でできたアクセサリーだよ。先週くらいからなぜか光らなくなっちゃったんだけどね。それでも貴重なものなんだよ。夜光石は加工が難しいからね。なんか菅くんが作ったアクセサリーに似てるね。君こういうアクセサリー作るのかい。今はもう村の中で石の加工をやってる人間はいないからね。そもそも夜光石は数も少ないし、なくなっていくんだろうけども。だからこそ、私は今アクセサリーを作れる人材をもらって探してたんだよ。お！よかったら今度見せてもらえないかな。お、やったよ。なーに、ちょっとアクセサリー系の商売始めようかと思ってね。できればオーダーメイドにしたいと思ってるんだよ。そういう仕事したいって言ってたもんね。あ、菅くんすごい声かかったよ。子供の頃アクセサリーを作る人になりたいって言ってたもんね。いいんじゃない。じゃあ今度資料館にお邪魔させていただくからよろしく頼むよ。うん、何なあ、そろそろお家帰ろうね。お父さん酔っ払ってるからね。もう帰るの。そうだよ、これ以上遅くなっちゃうからね。でもまだお花あるのにな。お花？何お花って。どうだ、そこの若い方。この花受け取ってくれんかね。くれんかね。何？今年は珍しく暗い靴に入れるんだよ。あ、置くのね。するとね、誰が置いたのか、花が育てあったのさ。だから、じゃあ村のお花摘んでみんなに渡してるの。みんなでお供えできたらいいなと思って、あーちゃー。だからよかったら、あなたもこの花を受け取ってくれないかい。受け取りましょう。ありがとね。山はすっかりきれいになってしまったから、きっと今年からは、こういう安らかな祭りになるよ。楽しいね、お祭り。次もこの次もずっと楽しいお祭りだね。お供え用の花。鳥お化けにつゆさんに備えるでいいのかな。ちょっと備えてこよう。あ、ひまわり。大きな傷が入った巨大な岩の小さな花が添えられて。ねえ、メランコリア志村さんどこ行ったのかな。ずっと近くにいたよ君たちの。さあ、もしかしたら奥にいるかもよ。花火も買ったし、せっかくだから誘うよ。なんて優しいのしおりちゃん。おお、夏らしくていいな。楽しそうだ。ほら、管理人もぼーっとしてないで。お姉さんと一緒にメランコリアジムラさん呼んできて。呼びに来て。アジムラここで待ってるから、呼びに来て。呼びに行こう、スガ君。
霧雨が降る森。いやすごく良かったね。これも一つのエンディングだよね。まあ、その後を見れて、いやなんかみんなが本当にいい方向に向かったというか、最初は本当にこの安田川村っていう場所って人がおかしかったんだよね。やっぱりこう、まあ田町も言ってたけど、みんなが被害者面をするというか、もうそんな中でやっぱりしおりちゃんがやってきたことっていうのは間違ってないし、だからこそ最後助けに来てくれたしね。まあ、これから先もそれこそ菅くんとしおりちゃんがずっとこの村でね、約束を、まあ、今はしないのか、約束はなくなってしまったけど、会いに来るって約束は多分続くと思うし、ずっと仲良しでいてほしいな。でもなんか最後メランコリアジ村本当にうざかったな。霧雨が降る森、ありがとうございました。すごく結構長いパートになってしまったと思うんですけど、すごくすごくいい作品をリメイク版でね、なおかつ楽しませていただきました。エンディング、約束はいらない。そっか、この4人がこのひまわり置いてくれたんだ。うん、それこそつゆさんに向けてのお花だよね。はい、じゃあ霧雨が降る森、こちらで以上になります。お疲れ様でした。なんかまあ結構前からある作品で、今回ねリメイク版に手を出してみたけど、過去の、まあ、フリーゲーム時代にあった霧雨が降る森とはまた違った視点で描かれてるものっていうのが多かったかなと思います。なんですごく知ってる作品ではあったけど、本当に初見かのような楽しみ方をできたかなと思います。でやっぱり一人一人のキャラクターがすごくすごく優しくて、みんなが優しかったよね。主要キャラクターっていう子たちが、しおりちゃん、すがくん、さくまちゃん、で望月巡査、みんなが優しかった。それぞれいろんなところにね、それこそ最後小鳥お化けつゆさんが実は被害者でかわいそうな人だったっていう展開だったので、思うところはあるかなと思うんですけど、もう素敵なエンディングを一つ迎えられてよかったです。じゃあ次回もぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。